ジェットリーを目指す男、試合でカンフーを表現したい、中国武術交流会マサピン。よし、空手道をやらせてもらってます、山田と申します、今回の大会も、ここでしかできない戦いをするためにやってきました、皆さん手合わせのほどよろしくお願いします。さて、まあ、こんなもんかな。あれは市長生、ちょっとこのままじゃやばい。よし、あそこでちょっと特別稽古をしてきます。ということで、ここで特別稽古をしてきます。というわけで、ここで変わらせていただきます。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、クランマガの西尾先生、ボディーガードの加藤さん、西洋殺人師の新見先生に来ていただきました。よろしくお願いいたします。ではちょっと、はい、このマイクがこれしかないので、はいはい、いい感じで回していただければ、はい、で次、今これです、はい、30試合目、はい、あ、はい、わかりました。中国憲法を絡んで、いいですね。この目の前に見る臨場感すごいですね。迫力が伝わってきます。バチバチの掛け合い、一瞬で勝負が決まりますね。はい、そうですね、一瞬前アグレッシブにやるっていうのが一応クラマが